野村気団クラブ第4の場合プロローグ何年目かで開かれたそれは本当に久しぶりの気団クラブでした会長の吉井明子城は30近い吉井明子夫人になって老竹く美しく 世にもめでたい霊夫人になりましたが限りなくロマンスを追う情熱は少しも吉井昭子城の昔に変わりはなく幹事の今八郎を特例して吉井合名会社の会議室に昔の会員たちを集めたのです今八郎が反白の中老人になったように若くて華やかだった会員たちも多くは 分別臭い年配になってしまいましたが吉井明子夫人の案で新たに十数名の若い会員を加えたので例の会議室の真珠色の光の中に集まった会員の空気は思いもよらぬはつらつさがありそれは青春の匂いさえも感じさせる生き生きしたものだったのですスクリアビンが音楽に色彩と光線と 香料さえも取り入れて長州のあらゆる観音を動員したように祈団クラブの舞台装置とその攻め道具もまた一つの立派な総合芸術でしたクリーム色の紙壁にほのかに反射し合う真珠色の光やどこからともなく聞こえてくるクラブさんやビオラ・ダ・ガンバや今の世の生活には縁の遠い 古代の楽器から発するほのかな音楽や鎮光や白檀をたくらしい優雅な香りの匂いなどは会場へ入ったばかりでも我々を無限の境地に誘い込まずには起きません、1. この素晴らしい無限的な空気の中で私は甚だしく現実的な 愛憎と執着にただれきった人たちの生活の不思議な一断面カタストロフと言ってもいいともかくも最も忌まわしい情景についてお話ししようと思うのです当夜の話の選手倉重大一郎はこういった調子で始めました四十五六の地味な実業家らしい人柄で およそこの会場の空気とは調和しそうもない風采をしておりますが和術の方は思いのほか精錬されたもので何にわ節にならない程度の劇的な抑揚もあり第一声のトーンカラーが美しく30人余りの会員を十分引き締めてゆく力があります千年南伊豆の海岸で死んだ日本洋画団のホープ。 州画家のセザンヌと言われた北川静子さんのことを多かれ少なかれ皆様はご存知のことと思いますあのインディアンブルーの勝った深い海の色有機的な連携を持った岩の吐け目の美しさそれに惜しみなく降り注ぐ日光澄み切った空の色など海洋画家として北川静子さんは まさに前人未到の境地を開いたばかりでなく第一いやそんなことを第一に挙げては北川静子さんにすまないわけですが我々男性の目から見ると北川静子さんは肉体的にも並ぶもののないほどの美しさを持った婦人だったのです話し手の倉重大一郎はこう物々しく切り出して そのうを見極めるように、さして広くもないかした。北川静子さんの美しさはありきたりの美人の整った目鼻立ちから来る調和的な美しさではなくそれとは全く反対に法外に大きい黒い目や時には金色にさえ見えるセピア色の皮膚や国宝アシュラ王の彫刻に見るような 燃焼的な激しい表情や身を塗ったような赤い唇や伸びきった獅子矢の醸し出す傍で未完成でそして不調和でさえあるいろいろの条件の集まった世にも不思議な魅力であったと言った方が適切だったでしょう。外,一外という古い形容詞がこの倉重大一郎の話の合いの手には。 最も適切な表現でしたその静子さんには北川三郎というおよそにもつかぬ感情と生活様式と教養等を持った夫のあったことも皆様はご存知のはずです北川三郎は技術や上がりの富豪で千万長者の一人でしたが金儲けと下手なゴルフとそして 金持ちが貧乏人のまねをして喜ぶ程度のお茶に凝った男で奥さんの静子さんの描く海の絵などは生まれ変わってきても理解のできない人間だったのです 2, 2話の選手倉重大一郎は聴衆に与える感銘を打診しながら話し上手にこう話し続けました その北川三郎氏が奥さんの静子さんをどんなに溺愛したことかこれは二人の結婚の成立から話していかなければよく分かりませんがあまり話が長くなりますからともかく奥さんの両親が昭和初年の財界の変動で破産に瀕した時巨万の金を投げ出して恐ろしい不名誉と落ちかかった貧苦の淵から救いその代償として 誠にけしからぬことですがお嬢さんの静子さんを迎え入れ北川夫人として披露したのだと申し上げただけで十分だろうと思います、うん、静子さんが北川夫人になったのは本意であったか不本意であったかそこまでは分かりませんしかし北川三郎氏の並々ならぬ寵愛を利用して 相当以上にわがままであったことも明らかな事実でありますあの国宝修羅王のような不思議な野蛮さと美しさと思った静子夫人が精一杯ご主人にわがままを言う図を想像してくださいあの人が共振を発して北川三郎氏に涙ながら訴えると 実業界であんなにならした北川三郎氏は全くクラゲのようになってしまうのも有名なことでありました静子夫人の幼な友達でそのころイタリーから帰ったばかりのバリトン歌手千塚守が北川家に出入りするようになったのも静子夫人のわがままな願いがかなえられたためであったでしょう千塚守はかなりの歌手で 北川三郎氏に比べると年も若く第一南欧で長い間磨き抜いて申し分のない男前でもありました醜い中老人で金より他に頼るもののない北川三郎氏が美しい夫人のそばへ人気者のバリトン歌手を近づけるのはもちろん嫌でたまらなかったに違いありませんが わがままいっぱいな静子夫人の機嫌をとってその燃え尽くような魅力的な笑顔を見るためには静か守るはおろかアラビアやわの吟騰な魔王でも喜んで近づけるよりほかには工夫もなかったのです静子夫人は展望台の出っ張りに三脚を持ち出して海の絵を描く。 そのそばで千か守るが会期を肺臓をいっぱいに吸って南の国の歌を歌うそれをご主人の北川三郎氏が面白くもない精神修養の本を読みながら目の隅から二人の様子を眺め眺め書斎の窓際の安楽椅子に持たれているこんな日は幾日も続いたのです 静か守はその道の猛者ではあり歌よりもラブハンターとして有名でしたがイタリーから帰って間もなくふとした機会にこの素晴らしい幼なじみの静子夫人に巡り合ってからは身も世も忘れた姿で静子夫人に夢中になっておりましたいや全く静子夫人は夢中になるだけの値打ちは十分にあったのです これだけの肉体的魅力と才能と情熱と思った人は日本人の間にはそうたくさんあるはずはありませんところでこの悲劇の舞台になった南伊豆の別荘かつて縁の行者が神父奇策の法術で掘り成したという伝説のすさまじい断崖の上の高殿 名付けて臨海艇というのも実は静子夫人のわがままな願いを入れて23年前にようやく出来上がったものだったのです祈願懐石の上を拾って5歩に一角10歩に一三といった恐ろしくしゃれた建物ですが一番上の母屋とも言うべき高殿は千尋の荒海の上に臨んだ 大岩石の上へ乗り出すように建てられたものでその展望台から下を望むと数百尺の下は真っ白にささべりを取った壁階で鈍い銀色に光る岩の間を岩つばめがひらりひらりと飛び交うのさえこの世のものとは覚えぬすさまじい大景観です知らない人が豪華で幽霊で 安定感の豊かな母屋の書斎からふと明るい展望台に出て欄干越しにうっかり眼下の海を望んだらあまりの恐ろしさに肝を冷やすことでしょうもしこの欄干が外れるようなことがあったら万々一にもそんなことはないはずですが欄干に寄った人は粒手のように落ちて 岩に砕かれるか千尋の海に沈むかおそらく死骸も残さず完全にこの世界から消え去ることでしょう静子夫人はこの展望台の上から伊豆の海の手術草を描くのを何よりの楽しみにしている様子でした遠く下田に続く海岸の美しい線や 眼下に踊る波の姿やいやそれよりも岩の上に張り出した展望台の脚下銀海色の岩と緑の海とが光線と水蒸気によって千辺万化する光の交響楽に対して静子夫人は異常な関心と興味とを持ちそれをカンバスの上に再現することに熱中していたのです。 話して倉重第一郎の調子には何かしら異常なものがありますがそれだけに聴衆に訴える力には容易ならぬものがありました北川静子夫人の絵は次第に完成に近づくとその熱心さは日ごとに加わってお天気さえ良ければ毎日午前9時。 朝の食事が終わって一休みすると必ず展望台に出て危うい欄干に持たれるように眼下に展開する海と岩との不思議な色調に吸い寄せられるように絵筆を動かすのでしたその神秘的な美しさは朝の光の中に最もよく発揮され昼近い日が展望台の影を 岩から海へ落とすととすもに終わるのでした。画業の合間合間静子夫人の遊戯は相当大胆に展開しました最初は夫三郎氏を相手に室内屋外各種の遊びが繰り返されましたが千塚守がこの別荘へ来て夫人の酷うままに長い長い滞在を始めると 夫人の遊び相手は、若くて新しくてそして夫人にとっては最も思い出の多い少女時代の遊び友達だった千塚守に乗り換えられ夫の三郎氏は置き忘れられた秋の扇のように部屋の片隅にじっとしていつまでもいつまでも辛抱強い目を光らせていなければなりませんでした。 この情勢が続くと事情がどうなるか大方皆様も想像されることでしょう北川三郎氏の我慢が沸騰点まで押し上げられた時恐ろしいカタストロフの予告が遠雷のように人々の神経を苛立たせ始めたのです嫉妬 なんという忌まわしくも薄暗い言葉でしょう。北川三郎氏は自分から離れていく静子夫人への見せしめにその社会的勢力とおびただしい財力を利用して静子夫人の哀れな両親を苦しめ始めた時一方静子夫人と千塚守の親しみは友情を超えた息まで発酵したのも無理のないことでした。 そうしてこの後にある美しい秋の日主人北川三郎の留守中突如として静子夫人と千塚守の死が訪れたのですそれをお話しする前私は人間の死にはおよそ4つの場合があるということを申し上げたいと思います 1> 第1は病死及び自然死これは医者のさじ加減と看護方法以外には問題になりません第2は過失死第3は自殺そして最後に第四として他殺があります第二から第四までの場合はその方法条件時場所など 色々の問題を生ずることは申すまでもありません北川静子夫人とその友人千塚守の場合は当然第一の場合であるはずはなく誰の目にも第二の場合すなわち過失死と思われ死骸は永久に発見されませんでしたが警察の方もそれで届け済みになりました詳しく言えば ある朝、今から十何年前の9月13日の午前8時の出来事ですその日はこの上もなく美しく晴れ渡って静子夫人の壁海と銀階色の交響楽を描いた絵に最後の仕上げをするにはこの上なく結構な朝でした女中たちの証言によれば 静子夫人は喜び悼んで展望台に飛び出し千塚守の口ずさむイタリーの歌を聴きながらウキウキとした心持ちで絵筆を走らせていたということですピンク色の洋装に綾糸で編んだ美しい帽子をかぶって心も空に絵を描いていた夫人が描いた絵と本物の海とを見比べるつもりで うっかり欄干にもたれて反り身になった時誰も見ていたわけではありませんが夫人がよくこんなポーズをとるのを雇い人たちや夫の三郎氏が心得ていたのですそのせつなあっという間もなかったでしょう海風にさらわれてひどく腐食しておった欄干は夫人の体重に耐えかねてポッ きと折れ夫人はそのまま数百尺の下へ投げられた花束のように落ちていったのでしょう展望台は大岩の上に張り出した建築で下は千尋の海の壁階になっておることは前にもお話ししましたおそらく静子夫人はそのまま波の底に沈んだらしく 永久に死体も上がりませんでしたその辺は犬の牙を噛み合わせたような恐ろしい岩の林でそれを責め悩む怒涛の凄まじさどんな経過でも近づけるところではない近づいたところで岩と元が怪奇な縁を形成している中から死体を探し出す工夫などはつかなかったのですそれを見ると 南イタリーに住んで海にはよく慣れているはずの千塚守はおそらく前後の資料もなく夫人の後を追って展望台から飛び込んだことでしょう。ともかく異常な気合に女中たちが展望台へ駆け上がった時は美しい夫人の姿もそれを守る騎士のようにちょっともそばを離れない千塚守の姿も。 そこにはなかったのです。そして恐る恐る壊れた欄干のところから眼下数百尺の海を望むと中途に飛び出した銀灰色の岩に夫人の美しい綾糸の帽子と静か守のハンケチらしいものが静かな海風に吹かれて息づくようにひらひらと動いていたということです。 その日早朝用事があって東京に出た北川三郎氏は電話で呼び返され百歩を手を尽くして海を捜索しましたが夫人の死骸も千塚守の死骸もそれっきり上がりません三郎氏の悲嘆はまことに目も当てられぬありさまでした大の男がよくもあんなに 恥も外分も忘れて泣き悲しんだものだと評判されたほどです弔いが済んで何もかも一段落を告げると夫人を死に導いた別荘は見るのも嫌だと言ってその年のうちに取り潰させ一人残された北川三郎氏は野心も興行も名誉も利益も振り捨ててそのまま「いずことも知れぬ」 放浪の度に登ってしまいました、4. ところで諸君倉重大一郎は急に話題を転じました静子夫人と千塚守の死が私の挙げた4つの死の場合の第2すなわち偶然の過失死と見なされて10年経ちましたが 私は図らずも手に入れた2人の日記と手紙からこの悲劇は決して偶然に起こったものでなく十分に研究され計画し実行したところの死すなわち第3の場合の自殺による死であったことを確かめたのですあんなに騒がれた慶舟画家と人気の絶頂にあった花形歌手は まささに、に人神とも許さざる、グフグフの素なる真珠という方法をとって死んだことをここに用意したいろいろの記録が証明しております私が発見した手紙はひどくハサミを入れられ日記はめちゃくちゃに抹殺されておりますが残った変幻節句をつづっていろいろに事情を思い合わせると 静子夫人と千塚衛の2人は夫の嫉妬や外界のいろいろな圧迫に耐えかねてとうとう会いたい死にの道を選んだことが実によくわかるのでした手紙や日記をこんなに切ったり消したりしたのは多分夫北川三郎氏が自分の不名誉を救うためにあるいは 穴肌忠実でなかった妻の静子夫人に上司の汚名を着せないために、二人が死んだ後で、この通り手紙や日記を切り刻んだものでしょう。その中誠は誠に哀れむべきですが、真理のために、いや、人間の醜さを反省するために、やはり真相として、 そのまま世に伝える義務があると私は信ずるのです。この日記と手紙は北川氏の急居を手に入れて私の住居にするためいろいろ改築をしているうちに投げ石の裏古机の引き出し額の後ろなどから出てきたものです。10年前の記録を今頃発見するのは あまりに遅いようですが私の手に入ってから10年間北川氏の急居は情を下ろしたままで住む人もなく荒らされていたためでしたこの記録を発見すると同時に私は北川静子夫人と千塚守の死について異常に興味を感じ10年前の新聞や雑誌北川氏の知人などを探し出して 「これだけのこことをしべ上げました。こんなことを発表するのは行方不明になった北川三郎氏のためには誠におきの毒ですが事実を事実として伝えるためにはまことにやむをえないことであります」。言い終わって倉重大一郎は静かに段を下りました。 5幹事長倉重大一郎が自分の席へ帰る前に会場の隅から大きな声を張り上げて立ち上がったものがありますどなたですか金八郎は静かに応じました「磯神万作です」「今の方は事実を事実として伝えるために」 10年前の隠された秘密を暴くとおっしゃったそれならば私にも一言したいことがあります会場は異常な好奇心に固唾を飲みましたそれほど磯上万作の言葉には思い詰めた緊迫さがあったのです私は人の秘め事はその人の欲する限り 永久に隠しておくべきだと思います墓を暴くような詮索は祈願クラブの名においてもあえてすべきではありませんだが暴いたことが事実と全く違っていたとしたらどんなものでしょうかそれは明らかに謝れるままそっとしておくよりもはるかに悪いことではないでしょうか磯上さん こちらへ出てお話しください。そこでは皆様へ通りません会長の吉井明子夫人と打ち合わせた幹事の金八郎は会場の隅で際限もなくしゃべり続けている磯上万作を招きましたでは狭い通路を通って明るい壇上に起こった磯上万作は全く驚くべき風采でした 今自分には珍しい紋付きの羽織袴、それも幾年女の手にかからないか見当もつかないようにヨレヨレになったのが虫食い頭しわだらけの頬反白のヒゲ霊性と苦渋な表情に歪み果てた頬そんなものをよろって風に吹かれるかかしのように安定を描いた体が段の上に ふらふらしているのですただ2つの瞳だけが明らかに青春の光をたたえて2台のともし火のようにキラキラと光ります。私は事実の申請のために申し上げます。これは永久に地球の最後の日まで秘密にすべきものでしたが今となっては致し方がありません。 倉氏とやらは北川静子と千塚守の手紙と日記から2人は明らかに上司したことを読んだと言われましたその証拠のあるものはめちゃくちゃにハサミを入れ縦横にまつした日記と手紙ですぞ北川三郎が果たしてそんな細工をしたものなら自分の名誉を救うためにかえってどんな人が読んでも。 その日記と手紙から、静子夫人と静守るのを上司したということがわからないように、ハサミを入れ、炭で抹消すべきはずではありませんか。いや、北川三郎に常識があるならば、自分の名誉を救うために、不定の妻の日記と、官府静守るの手紙は、形も残さずに焼き払うのが本当です。 そんなことをせずに誰かが自分の家を買ってその人が日記や手紙を発見した時静子夫人と千塚守が上司をしたに違いないと判事させるようにハサミを入れ炭でなすったのは前に重大な目的があってしたことではなかったでしょうかつまり北川三郎にしては万一の場合に 自分の不貞の妻と千塚守が上司したという証拠を残しておきたかったのではないでしょうか。何でもない手紙や日記にはさみや墨を入れて恋や死を判じさせるのは決して生やさしいことではありませんがしかし少しく頭のいい者にとってはそれは決してできないことではないのです。 子夫人や千塚守の平凡な日記や手紙もハサミや墨を入れてそんな目的のために悪用されたのではないでしょうかもう一度その手紙と日記を検討して切り抜かれたり削られたりした文字のところに極めて平凡な当たり前の言葉を入れてみてください少なくとも切り抜かれ抹消された文字を無視して 残るもじだけをつづってこいとはんじしとよむのはそれはいかにもあさはかなことではありませんかもうひとつじゅうだいなことを申し上げましょうしずこふじんのしんだあとでだれがいったいあのらんかんをねんいりにしらべてみたでしょう千万長者のれいふじんのかしつしのうらになにがひそんでいるか だれもそんなことを考えるものもなかったでしょうがあのとき少しれいせいな頭脳の所有者があっておれたらんかんをしらべてみたら新しいのこめがいくかしょかにはいってそれをつなぎあわせて新しいペンキでぬりかくしてあったことに気がつくでしょう。どんなに海の風があらいといっても。 たって年年か3年しかしっていない展望台の欄干をそんなにひどく腐らせるはずもありません前夜誰かが欄干に細工をしたのを知らずに静子夫人はいつものように免れたちまち数百尺の下怒涛の中に飲まれてしまったのでしょうそれを見ると 人気歌手の千塚守、少し甘口で資料の足りない千塚守は前後の分別もなく海へ飛び込んだのでしょう皆様、驚きはごもっともですが騒いではいけません警察を呼んでくることも無用ですこれは気団クラブの座教のために捜索された一編の物語に過ぎないのです よしんば、それは事実であったところで、事件は二三日前にちょうど時効にかかったのです。北川三郎はどこへ行ったとおっしゃるのですかいやいや、それは申し上げますまい。しずこ夫人の両親のびっくりするほどの財産を送って、彼はそのまま姿を隠してしまいました。彼の心の中には、 まだ、あの国宝アシュラ王に似た魅力そのもののようなしずこが生きているのです。それでいいのです。愚劣で船舶な地図か守るは死んでも生きても北川三郎をわずらわすことではありません。磯上万作という中老人は不機嫌らしく首を振ってふらふらと段を下りました。 ずっと全会場を覆う旋律30名余りの会員は黙りこくって顔を見合わせるばかりです六次の瞬間会場の中には恐ろしい動揺が起こりました隅っこの方に引っ込んで そ知らぬ顔をして窓の外の闇などを眺めている磯上万作の面上に幾十人の視線が痛くなるほど投げかけられていましたが肝心の磯上万作は今言ったことを忘れてしまったようにケロリとして済まし返っているのでしたお静かに願います。倉重大一郎さんのお話も重大でしたが 磯上万作さんのお話はそれにもまして重大なものでした皆様の驚きまことにごもっともと存じますところで事件はひとたび歴史となるといろいろの人の利益や政策などに塗りつぶされてその真相を探ることは容易ではありませんがここに 不思議にもこの事件に関係したもう一人の方がこの会場に居合わせ皆様の疑惑を解くため是非ひと言申し上げたいとおっしゃるのです。金八郎はそう言いながら前列につ,つましく腰を下ろした一人の婦人を促しました。そして、 玉枝様をご紹介いたします」と段を下ったのですあの不思議な空気の中に期待と拍手に迎えられて怒ったのは三十そこそこのまだ若々しい感じのする婦人でした決して美しくはありませんが聡明らしくて健康そうでなんとなくかわいらしさのあるこの夫人は つつましく段の上に立っただけで会場の湧き返る空気を支配し一瞬水を打ったように静まり返りますただいま磯上万作様は北川静子さんと千塚守さんの死を第4の場合すなわち他殺だとおっしゃいました磯上様のお話を承るとそれは悪魔的な 周到な計画のもとに行われた最も憎むべき犯罪でその完全犯罪の成功は一点疑うべき余地もないようですがしかし物事は全て裏には裏がありそこにはそこがありそう簡単に二人が死とは片付けられない場合があることも感情に入れなければなりません静子さんの事件にしても 誤って死んだことにしてしまえばそれっきり何事もなく死が栄えるのですが一度自殺とされさらに他殺とまで発展しては静子さんの名誉のためにこのまま黙っては過ごされないことになりました幸い私はその間の事情をよく知っておりますので差し出がましいとは存じましたが皆様の疑惑を解き静子さんの縁を注ぐために 最後の一言を添えさせていただきたいと存じますさて話は十何年前に帰りますがその時北川静子さんが夫の激しい嫉妬の前に自分の身を全うしお友達の千塚守さんを助けそしてもう一つ大事なことは夫三郎の悪意に満ちた観察のためにもう一度 恐ろしい不名誉な破産に瀕していた両親をその財政的破綻から救うためには一体どんなことをしたらよろしいでしょう実際静子さんは普及した欄干に不用意に持たれて千尋の海に落ち込むような人ではなくまた浄瑠璃の小春やおさんや産活のように無分別で野蛮な上司などをする。 そんなななはかか人ではなかったのです。その上これは一番大事なことですが事件のあった前夜ふと夜風に吹かれるつもりで廊下に出た静子さんは夫の北川三郎氏が闇に紛れて展望台の欄干に妙な細工をするのを逐一見て取ったとしたらどんなものでしょう夫の三郎氏は、 朝早く見知らぬ顔で東京へ行ってしまいましたこの夫によって死の淵に追い込まれたはずの静子夫人は血前として自己保全の唯一の道を取ったのに何の不思議さがあるでしょう静子さんと千塚守のそれまでの関係はただ単なる友人最も懐かしい幼友達に過ぎなかったこともこの際 申しし上げておく必要があるでしょうともかく静子夫人は少しばかりのトリックを用いていよいよこの忌まわしい人形の家を抜け出す気になったのです。言うまでもなくこのノラはかなりわがままな奥様だったことは違いありませんがそれでも売買結婚同様に自分を買い取った夫の言われない嫉妬のために殺されかけたのですから。 死骸になったつもりで北川家を出るのに何のやましいことがあるでしょうそのためには腹心の女中を解き落としてよく言い含めるだけで十分だったのです欄干を壊してあやいとの帽子と白い判決を展望台の下の岩鼻に放り出すこともささやかな準備の一つでしたそしてほんの少しばかりの旅費だけをもって 何一つ手回りの品も持ち出さずにそっと南伊豆の別荘を抜け出し一気に北海道の奥の奥十勝平原の隠れ家へ飛んだのですそこには静子の一番親しいお友達が早くから農園を経営して静子が世も家も捨てて逃げ込んでくるのを待っておりましたその頃は旅行も楽でしたしどこへ行くにしても お米の通帳も移動申告もいらなかったのですそれから十何年フィナーレ玉木たまえはプツリと言葉を切ったのです何やら恐ろしい考えにらえられて声が喉に詰まったのでしょう次に出たのは続く言葉ではなくてハラハラと壇上に注ぐ涙でした嘘だ 嘘だ不意に会場の隅の磯上万作は立ち上がりました恐ろしい感情に興奮して異常な顔は火のごとく燃えていますいいえみんな本当ですそして静子と静守は社会からも芸術からも見捨てられましたがおそらく百姓夫婦のような健康を作り出して育10年の後 第一の場合すなわち自然死に恵まれることでしょう嘘だ嘘だなんというデタラメだ磯上万作は突っ立ったまままだ拳を握っているのですいいえみんな本当ですこの玉たまえが生きてこの段に怒こっていると同じように静子は北海道の果てに健やかに暮らしているのですもう絵も描きません 歌も歌いません四季とりどりの体感は大自然のキャンバスに神様がご自身の手で描いてくれますうそだうそだまだ信じてはくださらないのですかそれでは申しましょうしずこが十何年前南伊豆の家を出るとき北川家のものをたった一つも身につけませんでしたが自分の指から抜いた かまぼこ型の結婚指輪だけをたった一つかつての夫北川三郎氏のテーブルの上に置いてきたはずですそれでもあなたは静子が生きているのが嘘だとおっしゃるのですか恐ろしい沈黙でした磯上万作は力尽きたようにバタリと椅子に腰を下ろすと壇上の玉たまえは 静かに一ししてを織りました。肉付きのいい肩の辺り健康そうな方の色それは紫外線の強い田舎で働いている知識的な農夫の持つ代表的な風景ではありませんか。